足が冷たい。すんちゃん春好きやろ。どうだろう、全部結局どの季節も楽しんではいますけどね。絶対そうだよね。てかみんなそうだよね。結局どの季節も楽しんでるよね。キャン、クマありがとうございます。メリークリスマス。だって最近乗るタクシー全部が、多分別にたまたまなんだろうけど、どのタクシーもなんかクリスマス。はい、これかわいいリノーナちゃんありがとうございます。たまたまね、乗るタクシーがさ、クリスマスタクシーでさ、もう車内の中さ、ずっとあれなんだよね、ずっとクリスマス流れてる。嬉しい、大好きクリスマス。全然そこら中にサンタいる。なんかソノが知らないだけで、もっともっとクリスマスソングはあるんだなって感じですよね。あ、今サイレントやってんだ。夜に乗るタクシーの方はサンタクリスマスタクシー出会う確率高い気がする。気のせいかな。ちょっとドラマ一個も見てないです。何もてかテレビ見ないから。クリスマスタクシーはなんかもう永遠に車内がクリスマスの音楽流れてて、あのね、若干なんかシールみたいなのが貼ってあるんですよ、外に。タクシーの外側っていうのかな、クリスマスタクシーみたいなやつがね貼ってある。いや結構見るんだよね、結構乗ってる気がする。どっかの多分タクシー会社が言ってるのか分かんないけど、今日何日だっけ、今日14か。やばいな、あと17日で1年終わる。キャードラマ見ないんだ。いつもゆかちゃん何してんの。ずっとスマホ見てます。スマホしか触ってないかも。テレビつけるとしてもあれしかつけてない。なんか時間見たくて朝つけてたりとか
なんかお昼に時間見たくてつけてるかも。だからテレビ見てないな。かテレビでずっと音楽流してる。なんかよくあるじゃんテレビのさ MV 集みたいな、ヒット集みたいな、それずつ流してるかも。なんでもねスマホでできちゃう時代ですから。かゆいた、あ忘れてた、いて。爪が剥がれそう。いやマジで爪剥がれそうなんだけど。剥がれてんだけど。でもその冬の困ることはさ、外と中のさ気温差激しすぎてさ、建物内にいるとさめっちゃ汗かくんだよね。あれどうにかなんないのかな。なんか寒いだろうと思ってさ、まあ、暖房つけてくれてんだろうけどさ、あと2度ぐらい下げれないのかな、ショッピングモールというか建物内のさ暖房って。すっごいありがたいんだけどさ、建物内に入るたびにさコートとかマフラーを取るのもさめんどくさいじゃないですか。お願いだからあと2度ぐらい下げてほしい。なんかずっといたらさもう外に出た瞬間外の方がさ居心地よく感じるもんっていうのをさ絶対さ全国民が思ってんのにさ、なんであんな暑いままなんだろう。え、別に暖房切れては言ってないじゃないですか。あと1度か2度さ下げてくれるかさ、風量を落としてもらえれば全然いいんだけどさ、マジで。でも分かんない。でもそうだよね、だってさ中にいるさ店員さんとかはさもうずっと中にいるからさ誰もコートなんか着てないわけじゃないですか。結構薄手でニット1枚とかでできるか、まあそりゃそうなるよね。ちょっとした違いだよね。いいだよね、あれ。いつもよりライトがオレンジで。クマを10個もありがとう。ありがとう。
卒業までに多めに配信してくれますか。なので今日配信しました。最近の公演でツンデレがすごく可愛かったです。ツンデレマジ人気だよね。みんなやりたいやりたいって言ってるイメージある。わー何これ、なんか全部変わったのね。ありがとうございますポンタロさん。何これ、トロフィー、トロフィーかな。ありがとうございます。クリスマス仕様トロフィー、いやそんなことないか、別に普通の日もトロフィーないもんね。なんだろう、ありがとうございます。あ、ワールドカップね。本当に、あ、でも見ないの。わ、サッカーもあんじゃん、やばやばって。ありがとうございますポンタロさん。ああ高瀬さんも10個もありがとうございます。ふるちゃんお元気、お元気ですよ。今はすごく元気になりました。かわいいサッカーすごいね。もうサッカーだね。あれ野球オープン戦決まってたよね、ちょっとっけ、気のせい、なんか気持ちだよね。タガーズのお部屋の最後の収録日って決まってる。まあ一応って感じです。まだ撮ってないんで全然送ってください。いて、あ、ダウト。はい、ちーちゃんのアバターゲットしたよ。あ、なんかやってるのかな今。アバター配布中。確かにお差が終わったね。お差が分かんないよ。最後の収録日にお差がとゲーム一緒にやるかも知らんけど何も。今キャンペーン中、メンバーのアバターゲットができる期間。あ、そうなんだ。クマ10個とさタワー1個って一緒だよね。ありがとうございます皆さん。リコちゃんもユキちゃんもありがとうございます。ファンとは最後のクリスマスですかね。わかりませんでも土日にさクリスマスがあるから私月曜になっちゃったんですけど、クリスマスがさ木金だったらさ、その絶対
土曜土日のどっちかで卒業公演やれてたと思うんだよね。すごい真ん中に金ピカの雲じゃない、熊が。でもなんかあれ、その友達の話なんですけど、なんかどうせ月末休みになるから2日間か1日有給使って福岡帰ろうかなって言ってたから、あ、そういうやり方もあるのかと思って。公務員分かんない。あ、やっぱそうだよね、26、27で有給取ってそのまま28に行くから年末に帰ってくるみたいな人もいますよね、きっと。そうね、大学生もお休みだし。髪色変えたい気持ちありますか？まあ常に変えてるので何とも言えないですけどね。卒業公演入りたい。まあそれは違う、入れんじゃないのみんな。そんなことない、そんなのが舐めすぎ舐めすぎかな。その余裕でみんな入れないのかな。世の中舐めてる。卒業公演舐めたらあかん。そうなの？だってさ、え、そうなんだ。だってそのファンの人が入る、いけないんだね。理由だと思ってた。だって何も気にせず投げたら当たりそうだよね。なんか分かんないけど、でもなんかあれあるんでしょ、ちょっとなんか一押しとかにさ、そのを登録してたら当たりやすいみたいなもあるんでしょ。え、ないのかな。なんかその聞いた気がするんだけど、ファンの人に当たるかなっていう話してた時にさ、まあでも推し登録があるから当たるとは思うんだけどねみたいな。なにこれ、なにこれ、ワールドカップ、なにこれ、なにこれ、なんも見えない。なんか絶対男の子だよね。ありがとう、久しぶりだね翔吾くん。なんかね、推し登録してれば当たるみたいなことをファンの人に聞きました。ちょっとお尻痛くなってきた。あ、スリッパ行こう。昔の話？なんかこの間さ話しててメンバーと、なんか地方限定公演とかさ、モバイル会員限定公演とかさ、昔やってたよねっていう話をしてました県外限定公演とかさ、
マジ懐かしい。なんかいつの間にか消えとったけど、モバメ取るのも大事みたいです。だってまあ、何でもとりあえずそのにしとけっていうことですね。まあでもそりゃそうですよね。モバイルはできたとしてもさ、コロナ始まって県外から来れる方、まあ、今はちょっと戻ってきたけどさ、公演復活し始めた頃はさ、絶対無理だったわけじゃんって考えると、まあ、なくなって正解だよね。めっちゃブキブキ。市長公園いいよね。マジ好きなんだけど市長公園。ああ。やっぱダメだよね。道路沿いのね。久しぶりだって。だこの間最後のおしゃべり会やった時に、今日クマありがとうはるかちゃん、なんかマジ鬼久々の人とか来ておもろかったな。逆に初めましての人もいたしね、ここに来て最後にっていう。逆にねみたいな。おしゃべり会寝坊した泣いたおもろ。でもまあ機会があったからね、今回は作ってもらったから話したけど、とりあえず気になるメンバーが いたらマジで言っとくべきだと思う。おしゃべり会とかなんか DD とか浮気とかそういうことじゃなくて、普通に絶対言ったがいい。まあそれは何十人もいるからあれだけど、自分の中で選んで気になるメンバーがいた、1枚でもねマジで言っとくべきだと思うよ。そうさっきも言ったけど、ソノはねああやって後々に機械作ってもらってたからいいけど、結局話せず終わったりとかしちゃうから、気になるなら言っとくべきだと思う。イベントは1枚でも。キャンタワーだ。あらのぞみさんありがとうございます。
今日とりあえずでさ、なんか着ないけど捨てるのはもったいないなみたいな服があるじゃないですか、冬物のコートとか。なんか今日事務所持ってったんですよ、初めて。で正規面には写真だけ載せてたんですけど、写真だけ見せたんですけど、6期生はたまたまよかよかがあったから6期生に言って、なんか好きなのあったらって言ったんだけどさ、めっちゃソンさんの匂いするって言った。かわいい。めっちゃソンさんの匂いがするって。でもソンさん、そう声が聞こえててね。でもやっぱ6期生の方がさ身長ちっちゃいから、でもソンさんスタイルから長いって言ってた。多分コートとか長かったんだろうね。かわいい。でもまだまだいらないって言ったらあれだけど、着ないやつあるからたくさん置き土産として置いていこうかなと。なんか今は冬だから冬物があるけどさ、夏物とかそのさ、なんだよ、 1,2,3,4,5 段ボックスみたいなのをね持ってるんですけど、普通に引き出しの5段ボックスみたいながあるんですけどね、その半袖の T シャツがねありすぎてね、もう3段ぐらいね埋まってんの。それ2段かな、2段埋まってて、セーターとかでも2段埋まってて、ロンティーで1段埋まっててみたいな。いやもう絶対2段も半袖で着らないやろみたいな。でも可愛いのよ、だから。でもこんな量はいらんけど、そのこんな着きらんっていうのがありすぎて、だから本当は半袖 T シャツとか、そう5段ボックスごと持っていきたいんだけど、だからいらないものはもう事務所側に処理してもらってって感じなんですけど、パンツも似たようなのいっぱいあるし。クローゼット、ウォークインクローゼット一式全部パンツだもん。その困っちゃうよね。そうなんかさ着ない、そうなんだよ、結局着るのってさ10あるうちのさ3ぐらい3,4ぐらいはさぐるぐる着回してんだよね。なのでそのまあ卒業しても遅れるか、なんか郵送しよう。クリーニング済みですって書いて写真撮って出しといた好きなの撮っててくださいっていうこと。11時10分か、でもちなみにこのこれワンピースなんですけど、膝上のリコピさんにもらいました。可愛いんです。もう一つロングのニットワンピースみたいなのもらったんですよ、グレーの。それもめっちゃ着てる。リコピさんも前服持ってきてくれてて、何人かにはもうこの子が似合うっていうのを選んでくれてて、
そのもらってて、うちん来てねって置いてくれてて、来てます、感謝。キャータコ10個、ありがとうございます。タコさん、大事に着させてもらって、なんかさ、さっき いぶきだっけ、いぶきがなんか載せてたんでしょ、プリクラを載せていいって言われて、いいよって言って載せてたんだけどさ、なんかご飯食べてさ、なんかいきなりさ、なんか話してたのかわかんないけどさ、涙目になりだしてさ、めっちゃおもろかった。帰り道同じ図の話もと聞きたかった。いやマジで何年も何年も仲いいですよ、ずっと。最近その話を、めっちゃ来る、やばい、欲しい、ありがとうございます。最近公に話しだしただけであって、ずっと仲良しで、スタッフさんにもメンバーにも認知されてる呼び方、いつも呼ばれる時そう呼ばれてた。そのの卒業公演が終わったらまたみんなで集まってっていう話。いやだってあの話だけでお店で30分ぐらい笑ってたもん、めっちゃ涙出た。いまだに動画見て笑うもん。帰り道もずっと笑ってた別のことてか、それだけじゃなくて、ご飯食べてる間ずっと笑ってた、帰り道もずっと笑ってた、次の日とか1週間ぐらいも会うたびにそれ話して笑ってた。今日何、さっきも話したね、14か。最近 YouTube で見てるもの、何見てるっけ、本当にいろんな、だから YouTube もあんま見なくなったかもな。いや見てるんだけど前ほど見なくなったかも、ずっとネットフリ見てるかもしれない。見てるネットフリ、あ、待って、あー猫や、久々ですね、こちらをありがとうございます。クマチョコ、ちょっと来ていて、
いね、あと11日、12日ぐらい。でも初恋はナッピにずっと言われたから見ようと思って、なんかマジで序盤で見るのやめたんですよ私。となんでなんでそこまでして、なんでそこで終わってんのって言われたんで、早めに見て感想を言おうかと。その1個をずっと見るんじゃなくてさ、いろんなものを掛け持ちで見るから終わんないんだよね多分。初恋見てるな。そのさ、初恋さ見た人はわかると思うんだけどさ、あの序盤のさ、あの学校のさ朝のさ服装検査で男の子2人が自転車で走り回ってるとこでやめてるもう序盤中の序盤じゃない、先生がめっちゃ追いかけ回してるとこで終わってます。初恋見た人とか見てる人は分かると思うけど、多分なんかやめたんだよね、なんか一気見したいタイプやけど見始めるん、年末見る、え一気見したいですよね。でもそのウェンズデーは割と早めに終わったかも。あれ短いじゃん、8話ぐらいしかないじゃん。まあ1個は40分ぐらいあるかもしれないけど、きっと 8個しかないから、ウェンズデーは結構早めに見終わった。サマータイムランナーもそこそこ早い、あれは25、6あるから時間かかったけど、かな。スパイファミリーはちょっとね、なんかマジ全然見なくなっちゃった。あと何見てるっけ、チェンソーマンはずっと見てる。ペーパーハウスコリアはなんか前めっちゃ見てたんだけど、なんか更新が止まってたのね。だからえめっちゃ今からなのにって思って見なくなって、でもマジで何回とも何ヶ月も空いて、いきなりネットフリのなんかおすすめがランキングに来てたから、えと思って見たら知らぬ間にもう5、6話更新されてて、でもまた1から見るのもなと思って途中から見始めたけど、まあ覚えてたからペーパーハウスコリアは見てる。外見至上主義は個人的に圧倒的に漫画が好きだったのでまだ手をつけてないですね。あともうすぐ、すごいすいませんねネットフレの話して入ってない人申し訳ない、今の国のアリスがもうすぐで配信だけど、マジでシーズン1ほぼほぼ内容覚えてなさすぎるので、時間があるときにシーズン1を見返そうかなって思ってる所存です。そんなもんかな今見てるのは。見終わったものはたくさんあるけど、見終わったのがいっぱいだね。なのでに見終わったものを覚えてないもん。あと、あでも映画はスズメの戸締まりは見に行ったんですよね。
でコナンがちょっと詳細発表されつつあるので、まあそれも楽しみだし、あとあのあれ見に行きたいんですよね、サンタのやつ、なんかブラックサンタみたいななんかあるんですよ、サンタなんか住所調べてなんか名前調べてプレゼントみたいななんかあるんですけど、名前忘れちゃった、クリスマスなんてみたいなやつが、あれスズメの戸締まりの予告の時に CM で見て、あそれブラックナイトパレードかな、それなのかな、それを見に行きたいなって思ってます。あとはスラムダンク見たいんですけど、そうマジで漫画とか見たことないくせに見たいと思ってるんですけど、でもネットフリに1個だけ入ってるけど、あれ途中で終わるじゃないですか、まあ試合だからいいんですけど、だからどうしようと思ってたんですけど、友達に聞いたらめっちゃスラムダンク見に行きたいって言ってた友達って、何も知らずに行っておもろいと思うって言ったら、見れると思うよって言ってたから、スラムダンクも見に行きたいなと思ってます。以上私のあれ事情でした。最近はそうやって映像に触れる機会が多いかもしれないですね。はい、いろんなものを見てますね。スラムダンクは番組じゃないのがいいと思う。でもどっちも面白いんだろうなと思いますけど、別に見てても見てなくても別に見る分は。ユンユンちゃんありがとう。でも声優さん変わったって言ってたから、まあそんなそこの映画を先に見たらその声優さんで脳内に入ってさ、後に他のやつ見た時にあれってなっちゃいそう。逆にバスケのルール知ってるなら、いやでも映画な見てたらなんとなくわかる気がするんですよね。そんなもんですよね。あそう、ニセスポさんでインタビュー上がってました、写真とともに。鬼眠そうマジであの写真。キャー、みよこちゃんありがとう。でもそれもダンクの凄さは熱弁されたんで、ちょっと見たくなりましたね。内容も色白すぎて気にならなくなった。別にそのまあ見てみたいですね。もらったケーキは食べましたでもその日公演だったから、あ違うわ、ラジオ違う、何取材撮影してケーキの別に、なんかめっちゃプリンとかももらってて、その取材撮影した後にラジオ収録があったんで、ラジオ収録でプリンとか食べて、その後公園でメイクさんたちにあげてって感じでした。隠し事だらけ。だいぶ前ですね、あれ結構前、まあ、メールで書いた気がする、なんか取材撮影してラジオしてみたいな。なんかそんちゃんどうやって体型維持してますか。できてませんでもなんだろうな、でもマジ食べる日と食べない日の差が激しいのもあるかもしれないけど、
え、でもメンバーみんなすごいね。ソンたちのお仕事ってマジで不規則生活すぎて、食べる時間も固定され固定できないし、そうだから、あの本当にメンバーってすごいと思います。それであのみんなの体型なの、みんな細いもん。マジで生活バラバラすぎてね、だからそれがあんま体に良くないから、よく病院の先生に、それでちょっとね、お腹とか体壊れるし、だからねメンバーはすごいですよ本当に。だからといって食べないとさ、やってられないわけじゃないですか。公演以外でもさ、他のお仕事でも、すごいよ本当に。今日のアイスだ、ありがとうございます。でもマジでコンビニのを食べないってのは本当に大事なんだろうなって思う。本当にでも無理だよね、なんかそんな暇ないし、そんなマジでそんな暇ない、そんな自分で、ね、やってる暇ないもん。家帰ってもやることあるから。でもコンビニのやめて自炊にするだけでさすがにちょっとは変わるんだと思うなあ。でも現実的に無理じゃない、わかんない、みんなわかんないけど、まあ、その人たちはね、その人たちはね夜遅くに帰る、だから本当に自炊してるメンバーもすごいと思う。でも、まあ、でも何だろう、画面って映像とか写真もだけどちょっとなんか大きく見えるんですよね。コンサートの配信とか、あの何公演の配信とか、まあしょうがないんですけどね、もうそれは。だから実際にメンバータンパク低糖質商品と言ってもコンビニですからね、いろんなものですか。でもマジで楽だもんね、コンビニだって。もう時間省けるってのが一番いい。マジで時は金なり状態。まあ、映像でもみんな可愛いんですけどね、マジでバグってる。 HKT ってマジ可愛い。キャン光一さんありがとうございます。目が良くなってきた。今日はロッキーちゃんの
あはあ、よかよかね、見に行くっていう話してた。今日いっぱいお手紙届いてありがとうございます。カムサムニナだね。ハンちゃんが中山筋肉のモノマネを全力でしハンちゃんって意外にやるよね、そういうこと。かわいい。そう、あきちゃんの生誕出るんです。なんか本当か知らないけど、ファンの人情報だと全部入ってるらしい。そうだって、あきちゃんの生誕すごくない？本当かわかんないけど、寒いなと思ったらその暖房つけてないわ、そりゃ寒いわ。そのさ、夢でさ、あの夢なんかさ、誰だったっけ、なんか今カップリングの曲ないじゃないですか、カップリングの MV ないじゃないですか。でもソノが卒業した後に、いやマジで卒業したメンバーも在籍してることになってるから意味わかんない状況なんですけど、なんかソノが卒業した次のシングルからカップリングも MV が戻ってきたみたいな感じの夢見て、でなんかね、なんか何の曲歌ってんのか知んないし、なんでこのリズムでこの歌詞でこの映像が出てきたのかわかんないんだけど、なんかその脳内で勝手に曲が作られてるのかわかんないんだけど、エミリーさんセンターの誰だっけ、エミリーさんセンターのさえちゃん、なっちゃん、ゆいちゃん、まどかさん、ひなた、でも5人しかいなかったんだけどね、だから週のメンバーそのと誰かいなかったんだけど、エミリーさんセンターのそんな、 なんでそのが辞めた後に誰かなんか衆が5人揃ってんだっていう話なんですけど、ジッジッカップリングが出てるっていう夢を見ました。でみんなで輪っかになってエミリーさんが真ん中でわーってずっと上向いてて、上から映像を撮ってて、結構明るめの爽やかソングを歌ってました、今の中で。週の何人かが、めっちゃ映像覚えてる。え、逆に週じゃなかったのか。でもエミリーさんは絶対いたんだよね、真ん中へ、絶対センターみたいな映像だったんだよねっていう夢を見ました。でそれを見て、そのが、ね、いいなっていう夢を見ました。めっちゃ爽やかだった、真っ白い部屋に、真っ白っていうかクリーム色の部屋に、なんか木々そよいでます系の映像だった。
ていう今日の私の夢でした。マジで覚えてる。あともう一個ね、誰かがカップリングしてたんだけどね、それ忘れてた。誰かっていうか結構それはシングルなのかカップリングなのか分かんないんだけど、それが16人ぐらいいたんだよね。11時半か。マジさも絶対でもさ、帰ってきた時はさコートにさ暖房じゃあコートにマフラーにしてたからさ、勝手に体があったかくてなんか暖房ついてる気でいた。キャンあやぽんちゃんありがとう。タワそらちゃんはメイクしたまま寝ちゃうことある？もう日常茶飯事です。なんか肌に悪いって言うけど別にいいやっていう感じですいや絶対良くないのは分かってんだけど、まあ、別に落とせばいいかっていう感じです。マジで気にしすぎちゃう。だって眠いんだもんメイク落とさなかった翌日気使ってみた。お互いのバッグ。いやでもあれなんですよ、なんか朝を迎えない。別に3時4時に起きてそこでメイクを落とすんです、ちゃんと。でパックして美容室ってやる。だから朝までそれで過ごすことはほぼない。一旦起きて撮ってまた寝るっていう感じです。別に毎日それはしないけどね、たまにね。化粧落とす暇あったら寝たい時は。わかるわかる。いいよ、お肌に来たら来たでなんかやりゃいいんだよしょうがなくない？なんかお肌に支障来たらその時考える。医療に頼るとか言ってたらね、多分大変なことになるんだよね。まあいいよ別に。だって自分の顔だし自分の肌だもん。なんか出てるよ、そんなの5、6年後なんてそらちゃんが前に言ってた部屋の乱れが濃く、そのさ今日マジで時間なくて、でもお母さんが電話かかってきてるんだから、電話しながら部屋片付けながら服直しながら着替えながらっていうのを全部やってた。マジであれ定点カメラ欲しい。そのすごかったと思う。し段ボールに服も持ってったからさ、段ボールにさこう持ってるじゃん。だから電話できない、もう携帯を服の上に置いてこうやって話しながらやってた。
なちゃんの欲しい車が気になる。じゃあベンツで。複数のこと同時にできるなら嬉しい。いや本当にできないんだけど、なんか変にスイッチ入っちゃって今やんなきゃマジでダメだと思って、普通に時間間に合ってないのに終わってんのにめっちゃやった。でも全部終わんなかったから、まあ、でも最低限やったからまあいっかと思って。なんかさ、かき小屋行きたいねみたいな話だってさ、ユエルとイブキとそのね、どうやって行くみたいな。なんか糸島に行くのに電車とかバス使うの嫌じゃないっていう話になったんですよ。まあソノが言い出したんですけど、嫌じゃないみたいになって、ソノはそうなんで、なんか電車とかバス使って糸島行くのもな、それは違うじゃんみたいに思って、だいたい友達の車に乗せてもらってたからさ、なんか景色見ながら行くのがいいじゃん。天神方面からずっとさ糸島方面に行くのにさ、でえそしたらさ、じゃあそうちゃんやめたら免許取るっしょって言われて、じゃあそうちゃんの運転で行こうねって言われて、それは違うやみたいな。そのはもう今年来年のさ、もうすぐ行きたいわけじゃん、糸島のかき小屋なんて。だからいやそれはそんなんやったらもう来年、いや1年後とかになるやんみたいな。だってかき小屋ってさ冬とかが美味しいからいう話をしてましたけど、どうした言えるという武器。いやー、でもそのちゃんの運転乗るの怖いなーって言うた。わかります？この気持ち。なんか掛け小屋ってさ、掛け小屋っていうかさ、糸島ってさ車で行きたいんですよね私。いやそう、逆にその電車とかバスで行ったことないから糸島にどうやって行くみたいな。なんか着くけどそっから移動するのってさ、もう歩きになっちゃうじゃないですか糸島って、広いから。そう、結局歩くの嫌でもタクシーに呼んじゃおうとかなっちゃうのが嫌だから、私は車で行きたい。しかも絶対車で行った方がいい、綺麗だし。坂道多かったりするじゃん、あそこ奥のケアとかに行けば。園の夢っていうか憧れなんですけど、免許取って旅行に行ってレンタカーして車で移動したいんですよね。なんか憧れ、それやりたくて。だから免許を取りたいね、卒業後。まあみんなそうだよね、だってそんたち免許取れないもん。あその阿蘇、どうだ、阿蘇はないか。いや逆に阿蘇はあるんだっけ、あれ忘れちゃった。いや逆にないんだっけ。
逆にないんだ。熊本市内は行ったことあるけど、多分やば、友達とほ四国一周やばいね。楽しそう。だって免許持ってて損はないじゃないですか。全然損ゼロじゃない、デメリットゼロ、免許持ってることに関してね。じゃあってじゃんっていう。そう、身分証明になるとでかいんだよね。なんかさ、そのなんか別にさ、パスポートをさ持ち歩かないじゃないですか、普段別に。だからさ、顔つきの何かいる時とかさ困るんだよね。そのだって保険証しか持ち歩かないもん。免許証なんか、なんかその機能ね、どうにかしたがいいと思う。じゃないだって普通にさ、証明書でさ、顔つきの証明書くだす、なんかじゃないとみたいに言われてもさ、なんかそう普通にむずくない？いや、わざわざ嘘出さんわっていうね感じですけど。学生はね、学生証持ってるしね。いや、免許ないです。てかパスポート持ち歩いてる人いんのかな、世の中に。いや、いるのかな。え、そう、マイナンバーみんな全国強制にしたらいいのに。てか勝手に送ってくれね勝手に送ってくれ、もう家に申請とかじゃなくて。必要やからつく、世の中にさ、みんなに作ったんでしょ、番号。じゃあカード送ってくれってなっちゃう。もう私ようやく申請したんですけどね。やっと、もう世の中にやっとついてってます。やっとマイナンバー申請しました。なんかもう絶対やらなきゃにしてほしい。やってもやらなくてもいいよじゃなくて、もうやってくださいってしてほしい。もう決まり決まりにしてほしい。で、広告もバンバン打ってほしい。何月何日までに申請しないとみたいな。そしたらやるのに、忘れずに。テレビでもいろんな配信でも。もう やりなさい、やれって言われたらやるのにそれで持ってますかって言われても、いや持ってないよってなっちゃう。え、そのマイナンバーまだ理解してないもん。あったら得なんだろうなと思って作ったけど。難しいですよ、世の中。でもポイントもさ、あれさ、2万ポイントをさ、もう3個ぐらいの条件をクリアして2万ポイントでしょ。ポイントいっぱいもらえたよ。そのポイントもらっても、そのポイントの使い道分かんなくてさ、一生お母さんとお姉ちゃんにさ使い道聞いてたんだけどさ、それでも理解できなかった。
まあ、別になくても生きていけるならいいかと思って一応持っとくだけでね。まあだってさ今はさこうやってさアイドルで HKT っていうとこにいていろんなことをしてもらってるからいいけどさ一歩外に出た時さマジでこういうこと何も知らんでさえそうなのえそうなのってことがさ多すぎそうで怖い。だから今のうちにいろんなこと学ばなきゃって言ってもその常識の範囲内は知ってるとは思うんですけどね。じゃあしっかりしてそう。え、自分で言うのはなんだけどあれなんでそれめっちゃニュース見るし。でもそれそのニュースもスマホから取り入れてるからテレビでは見ないんですけど。でもまあ分かんないことあったら聞けばいいしね。みんな答えてくれるもん。あ、ファンのみんなじゃなくて世の中がね。いろんなやらなきゃいけないこと。そのめっちゃ人に聞くんだよね。なんか別に何そのニュースだけじゃなくてさスポーツで分かんないこととかあったらこれ何が今やっとるんて。マジ感謝って感じ周りの人に。そう今のうちにたくさん聞いとかないと。聞けるもんは聞いとけ。ということで終わろうかな。ゲリラでしたがありがとうございました。なんかなんまあ、いいや。そう TikTok でニュース見れるのいいよね。いやその多分こっちの方がいいわ。あの何時何分何日の何時何分にやりますってその無理だわ時間だから。なんかできる時にやるの方が向いてるわフリースタイル。だからこれからもきっとツイッターか755でやるってのを言うのでこのショールームも通知取っていただけてれば。まあまあかなと思います。そんな30分とかで終わんないんで開いたらやってると思います。ランキング読もうかね。13位翔吾くんありがとう。12位前のりさんありがとうございます。おーやばい。11位みおこちゃんありがとうございます。10位ゆきちゃんありがとうございます。お開いちゃった。あやばいやばい なんでなの。9位りののさんありがとうございます。8位チャンリーさんありがとうございます。7位タカさんありがとうございます。6位ゆいちゃんありがとうございます。5位こういちさんありがとうございます。4位ねごやくちょろっぱかむさむにた。3位のぞみさんありがとうございます。2位あやぷんちゃんありがとうございます。1位ぽんたろうさんありがとうございます。すいません私の卒業前だというのにこんなにくだらない話しかしてなくて。
すいません。なんか最後に、最後にじゃないや、ラストのショールームでは、まあラストじゃなくてもいいんだけど、みんながソノに気になることを聞いてくれる質問もやれたらいいな。あ、そういう企画としてやんなくてね。じゃあみんなメイク落として寝ようね。企画としてやんないんですよ。なんか質問ありますかで聞くだけなんで、そんな 大まかっていうか大きいものにしないでください。お願いします。そんな企画ものにしないで。え、落とした、偉すぎ。やば。じゃあね、みんなおやすみ。